ドレミパイプまたはブームアッカーは1995年にアメリカ合衆国で製品化された長さの違いで音階が出せるように作られたプラスチックの感情の打楽器。チーク玩具としても用いられている。山積みされたドレミパイプ4人で8つの音を分担して演奏する様子12色に着色された中空のポリエチレン製の管を固有の音光が出る長さに切断し、 それを数本から十数本組み合わせて音階を出せるようにしている旋律打楽器の一種。叩いて音を出す打楽器であるが、楽器分類学上では金属製の管を叩くチューブラーベルのような楽器全体が音を出す対名打楽器ではなく管内の機中が固有振動して出ている音が主であり、音の原理はフルートや尺八などのリードのない管楽器と同じである。これは 管の片側に蓋をし、一端が平行でた端が開口の管として叩くと1、オクターブ下がった音が出ることで証明できる。管の長さが短いほど、気中が早く振動して高い音となるため、徐々に短く切ったものを複数用意することで音階が出せる。管が短いほど高い音が出る点は、楽器自体が振動して音を出す。チューブラーベルでも同じである。 双方の上でも、チューブラーベルが主に小槌で叩いて音を出すのに対し、ドレミパイプは、楽器自身で他の台や奏者の体などを叩いて音を出す点も異なる。片手に一本を持ち、主にテーブルなどの台や床や自分の膝などを叩いて音を出し、順に求める音を出す管に持ち替えながら叩くと、旋律を奏でることができる。しかし、持ち替える時間が必要なため、 一人では、速い旋律を奏でることは難しく、数人で各自が出す音を一つか二つ決めて、交代で音を出すことで、速い旋律を奏でることが可能となる。基本のセットは、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、どの八本の組み合わせとなっており、長さは、約60から30センチメートルの間で異なる。他に、ピアノの骨に当たるド、レ、ファ、ソ、 らの5本セットや、音域を広げるためのオクターブ高いセット、低いセットなどがある。缶の中央部には、音をアルファベットで印字してある。アメリカのクレーグ・ラムゼルが考案し、制作会社、ワッキーミュージックを設立、各国にも輸出され、すでに400万組以上が販売されている。製造が容易な構造で、材料も安価のため、楽器としては、比較的安価で販売されている。 複数人で演奏する場合、チームで協調して音を出す必要があり、教育効果があると考えられ、小学校や幼稚園、知的障害者施設等にも、地域玩具として導入されている。波長長の1オクターブが出せる基本の8本セットの、他、半音を出すためのオプションセット、高い音、低い音に音域を広げるためのオプションセットなどが、販売されている。 オクタベーターと呼ばれる、蓋状のオプション部品を片側につけると、共鳴長が往復で2倍となり、1オクターブ低い音に変えることができる。また、木琴のように管を並べて、マレットで叩けるようにするためのスタンドや収納用のケースも販売されている。パイプを叩いて、音を出すこと自体は、以前よりガラクタを集めて演奏する。 ジャンクバンドなどが言ってきたことであるが、楽器として正確な音階を出すには、長さや太さなどを調整する必要があり、容易とは言えない。アメリカ・アリゾナ州のクレーグラムゼルは、癌にかかり、自宅で療養していたが、1994年のある日、紙缶をリサイクルに出すために、切断した時、長さが変わると、音が変わることに気づき、楽器になるのではと思いついた。 様々な素材を試した結果、プラスチック製の配管を使うに至った。1995年、妻のモニー・ラムゼルと共に、ドラムスピロットという製造販売者を起こし、ブームワッカーの名で商品化した。1997年、材質を変更し、耐久性を高めた改良品を発売。1998年、ラムゼル夫妻は、ワッキーミュージック社を設立し、 より広い音域をカバーするセットを発売し、3オクターブ半まで出せるようになった。1999年、1オクターブ下げるための蓋状の部品、オクタベーターが発売され、さらに低い音域まで出せるようになった。2002年、愛知県の楽器商社有限会社細川が日本へ輸入開始し、ドレミパイプの名称で販売した。2003年4月、フジテレビ、 本キッキーズ21の中で演奏が披露され、日本でも認知度が高まった。2003年秋、米国の親の選択基金が基本セットを過去25年間のベスト25玩具の一つに選定。2009年7月、テキサス州フォートワースのリズムバンドインストゥルメンツ社が、ワッキーミュージック社の資産とブームワーカーズの特許を買い上げ、製造販売者となった。 ブームワーカーズ国内輸入代理店業務終了のお知らせ。2020年10月12日閲覧。ありがとうございます。